PEGI 3. みなさんこんにちは。任天堂の岩田です。本日は来月11月8日発売の飛び出せ動物の森の魅力を少し詳しくお伝えできるよう、このタイトルに特化したダイレクトという形で皆さんにお届けしたいと思います。動物の森は現実と同じ時間が流れる動物たちの村で、のんびりとした生活を送ることができるゲームです。動物たちとお話ししたり、釣りをしたり、お部屋に家具を置いたり、何をするかはプレイヤーの自由です。ゴールやストーリーなど決められた目的や結末はありませんので、自分のペースとスタイルで楽しんでいただけると思います。シリーズ6作目となる本作では、新しく村長になって村づくり、すなわちさまざまなアイテムや施設を設置したり、自分のプレイスタイルに合わせた条例を決めることなど、自分だけの村を作り上げることができるようになりました。このほか外観にこだわったマイホームを作ったり、好きなデザインの洋服を着ることもできるなど、今まで以上に自分だけの個性的な暮らしを楽しむことができるようになりました。本日は飛び出せ動物の森の魅力を詳しくご紹介するため、開発スタッフから内容を直接ご紹介させていただきたいと思います。ご覧ください。こんにちは。飛び出せ動物の森プロデューサーの江口です。今回はこの動物の森ダイレクトで本作の見どころについて開発スタッフの皆さんと一緒に紹介していきたいと思います。それでは簡単に自己紹介の方をお願いします。ディレクターの京岡彩です。よろしくお願いします。同じくディレクターの諸勲です。よろしくお願いします。ランナーの保坂ありさです。よろしくお願いします。では今日は、京極さんにプレイをしてもらいながら、みんなでそれを見ながらいろいろお話をしていきたいと思います。じゃあ今日は私のホタテ村を皆さんに見ていただこうと思います。たくさん花咲いて、花咲いてるし橋もできてるし家の前に家の前ばっかり、めちゃめちゃ綺麗に整えてあるな。ちょっと花が枯れてるので水やりをします。今回こう水をやった花からあのキラキラとしたエフェクトが出るようにしたので、このどの花に水をやったかやってないかっていうのが、まあ、よく見ると分かるようになってます。今歩いたところにあのモコモコモコってしてつながってたやつ、あれも新しいんだよね。そうですね、これはあの今回新しい低木と、まあ、開発者内では呼んでますけども、まあ、茂みみたいな低い植物になってます、ね、ちょっと道があ道ちょっと道これはマイデザインで書いた字を貼ってるんですね。それ何作りかけなわけちょっとここを通ってもらいたくて、しかも道ってちょっと結構うまく書いてあるここはキャンプ場なんですけど、キャンプ場も公共事業で作ったものなんですけど、今はちょっと誰も来てないんですけど、たまにこのキャンプ場があると、その自分の村に住んでない住民がキャンプテント張りに来たりすることがあります。動物がねこの村に遊びに来るんだね、はい。ここが村のリサイクルショップのアルパーカーズです。あの夫婦がアルパカなのでダジャレでついた店の名前です。アルパーカーズではこうやってさっき手に入れたものを買い取ってもらえるんですけど、今まではシリーズはずっとたぬきちが買い取りをしてくれたんですけども、今回はこのリサイクルショップのリサちゃんが買い取りをしてくれます。あとここのお店はあれだよね、買い取りだけじゃなくてもっと他にもいろんな役割があるよね。ここに並んでるように、あの
まあ、委託販売と言ってるんですけども、自分があんまりいらなくなった家具とかをここにいくらで売るっていうふうに展示して、で例えばよその村から遊びに来た友達に買ってもらうとか、時々動物たちが買っていったりとかっていうことをしてくれます。自分で、出品したものを動物たちが、これ買おうかなどうしようかなって悩んでる時に買いなよって言って買わせることも買ってもらうね買っていただくことも可能ですね。気になってるらしいので進めてみます。そう、これ断られることもあって、もうちょっと考えるよってなんでだよみたいな。わざと高い値段つけて置いとくみたいなこともできるんですね。そうそう、動物たちからプレゼントでもらったものでいらないものはここに売りつつひどいこれは私の家になります。今回はあの壁掛けの家具とかがあって、あの壁の左にかかってる葉っぱと、あとこの壁にかかってるのはあのミュージックなんですけど、ミュージックのジャケット、はい、今回全曲こういう風にジャケットのアイテムになってて、まあ、床に置いたり壁に飾ったりとか楽しむことができます。ちょっと2階は趣味の部屋ですこのベンチと時計も公共事業で置いたものです。組み合わせて置いてもらうといい感じにアレンジできていいですね。ここは役場です。何か試しに公共事業やってみましょうか。村長さんの椅子に座ると公共事業とかができるんでね。場所が難しいって話がありましたけど、道を撤去することもできるようになってます。まあ、あの一部撤去できないものもあるんですけどね。ポピアリー、これ可愛いですね。それいいじゃん。チューリップはちょっと丸いのにします却下しょうがない、京極さんの村だから。ここもやっぱそのセンスというか、その好みというか個性ですね、現れるところですね。何を作るか決めると、じゃあどこへ作るか決めましょうって言って、しずちゃんと一緒に場所を探しに行くということになりますね。ちょっとこの辺を公園風にしたいなと思ってるんで、この辺りでどうでしょう。ここにします。そのうちこの辺に遊具とかも作ろうと思ってんの？作りたいんです。あ、出た。ハニワくん。カンパですよ、カンパ。募金と出てください。カンパって言ってますね。しずちゃんがカンパって言ってます。公事業はあのこういう感じで、ハニワくんが募金集めてくれます。全額村長のポケットマネーでやってもいいんですけども、まあ、さっきもありましたように他のプレイヤーであったりとか、他の村から来た人とか、9万3000ドルちょっと今日は余裕があるので多めに寄付しておきました。今回こう新アイテムのメガホンっていうのがこれなんですけど、これ音声認識を使って村の中にいる NPC を呼びかけることができます。くるぶし、あっちの方にいるんですね。吹き出しが出た方向にいるっていうことになってます、うん、いたいたいた。こうやってそこを探すことができるんで、ちょっと動物にね、なんか頼まれごとでなんか渡してきてとか呼んできてとか言われた時に、そうです、ね、メガホンがあると便利だよね。ちょっと村も一周したので商店街に遊びに行ってみます。今回は主要な施設をこの商店街っていう場所に全て集めることで、まあ、一箇所で
行き来がしやすいような形になっています。お店は今まではずっとたぬきちが切り盛りしていたんですけども、今回は弟子のまめきちとつぶきちが切り盛りしています。つぶきちとまめきちが日替わりで店番をしてくれてます。今日はまめきちですね。なんで日替わりなの？日替わり知らないですけど日替わりして言ってるんで彼らがコンビニはシフトでこう昼と夜で分かれてたり、スーパーは日替わりだったりとか、水木土は僕ですって言ってるんで、なんか事情があるんですかね。オフの時は何してるんだろうね。何ですかね。これは新しくその壁にかけられるアイテムでこういう風に売ってます。今これ日付が今日は10月5日だから、そうですね、月末のハロウィンに備えてこういうグッズ売ってるんだね、はい、以前はあの靴磨きをしていたシャンクなんですけども、今回はこうやってお店を構えることになりました。大出世です ね。靴だけじゃなくて靴下も、靴が前回は靴磨きをして色を変えてくれるだけだったんですけども、今回はもう一つのアイテムとして靴を売ってくれるようになってます。こういうローファーみたいなのからの長靴とかブーツもいろいろ売ってるので、足元も結構いろいろおしゃれができます。そうですね、手前側にはあの靴下もありますね。でも靴下はさすがに試着はできないです。そうなんだ。ここが博物館になります。相変わらずフータは寝てますね。昼なんで。もう2階がオープンしてるじゃないですか、はい、この2階も今回公共事業で作ることができるんですけど、今回は2階はこういう風なミュージアムショップをフーコがやってます。このポスターとか売り物なんですけど、あとこの4つあるのが企画展示室といって、あの自分が好きなように展示ができます。私もちょっといろいろやってまして、これは埴輪の絵が描いてる、はい、私の埴輪展です。マイデザインをこうやって貼って看板にすることもできるんですね、はい、これはアイラブ寿司店です。ちょっと見にくいけどアイハート寿司って書いてるんですね。あっちの埴輪は京子さん描いたんです。描いた。かわいいです。ちょっとでもまだ方向性を決めかねてるので、とりあえず置いただけの作中ですね。埴輪倉庫状態です。いろんなアイデア次第で、そうですね、見応えのある展示室が作れるよね、はい、あの通信で遊びに来た人にちょっと見てってよみたいなアレンジをぜひ作ってほしいです。こういう風にこれかなりこだわりですね。寿司ネタの魚を飾ってます。さっき船釣ったんですけど、船寿司？ちょっと微妙やけど持ち物いっぱいやからもう飾っていきます。水槽のはずなのにイケスに見えてくるのはもうこの展示のせいでしょうかね。これ一応なんかあの上にテレビ置いてあるよ、棚の上に。お店っぽい。あの定食屋のテレビっていう新しい家具です。これですね。あ、位置変わった。もういいや。これ不動産屋です、さんですね、うん、こういう感じであの家のパーツをそれぞれ売ってて、まあ、自分の家の外観をリフォームすることができたり、タヌキチに話しかけると増築を相談することもできます。生ではあのタヌキチに増築してもらう時もこうほとんど一本道だったと思うんですけども、今回はどこに部屋を増やしたいのかとか、うん、どの部屋を大きくしたいのみたいなのをあの、まあ、少し進んでからではあるんですけども、あの自由に選べるようになってます。ちょっとじゃあせっかくなんでも地下室が欲しかったので、クラブ師匠ですか、はい、まだ開いてないかな。さあ開いてた。これも新しい施設で、あのカッコサコを遊んでくださっていた方なら覚えてたらいいんですけど、あの師匠という
お笑い芸人が今回は引退しまして、こういうクラブを経営しています。走りをするとこうやってネタを見せてくれるんですね。唯一で僕はもういつも吹き出してしまうんですけども、笑うもんかと思ってるんだけど笑っちゃ うんですよね。でこうやってリアクションを教えてもらえると、下画面にこうネタ帳が、はい、結構いろいろ今覚えた。表情わかんないから見えないよ。そのメガネを外さなきゃわからない。なんとなく雰囲気でメガネも買ったし、新しいリアクションも手に入れたので、ちょっと写真を撮っておきます。これはあのソパカ、村民パスカードといって、まあ、身分証明書みたいなのがあるんですけども、そこに貼る写真を撮るっていうのがこの。そうですね。だいたい 3,2,1 の1ぐらいでリアクションを再生すると、ちょうどいい感じで撮れますね。この長さはリアクションによって違うので、そのあたり自分で、ああいいですね、タイミングを見つけてもらえれば すっごい顔だな。いいですね。こんにちは、飛び出せ動物の森デザインリーダーの高橋です。このコーナーでは新しく登場する家具のリメイクについてゲームをプレイしながらご紹介したいと思います。今作では家具の柄や色を自分好みにリメイクすることができます。それができるのはこの R パーカーズです。それでは入ってみます。こちらがリサさんです。でここのエリアはリサイクルができるんですけれども、自分で家具の値段をつけてここに売りに出したりすることができます。で奥にいるのが海蔵くんです。話しかけます。今回は、ソファーをリメイクしてもらおうと思います。よいしょ。木目の色は、ダークブラウンにします。布地は、海蔵くんのおすすめでいこうと思いますが、いろいろあるんですけれどもスクエアにしようと思います。はい、お願いします。30分ぐらいで出来上がります。で実際にリメイクしてもらう家具がこちらなんですけれども、この手すりとか土台の部分の木材がダークブラウンになって、この実際に座るところ背もたれ部分の布地がスクエアという柄に変わるというリメイクになります。じゃあ30分時間を潰していきます。はい、では、30分経ちましたので、店に戻ってみたいと思います。だいぶ見た目がすっきり変わりまして、こんな家具にリメイクされました。だいぶシックな感じになりましたね。家具の色を変えるだけで、こんなにも雰囲気を変えることができます。さらに、マイデザインを使って色だけでなく自分の好きな絵柄にすることでオリジナルの家具を作ることもできます。それでは実際に、作ってみたいと思います。不動産屋のたぬきちの顔を描こうと思います。まずはざっくりとたぬきちの顔のラインを描いていこうと思います。
本当にざっくりと後で細かいところは整えていくのでざっくりと描いていきます。塗りつぶしでも描くことができます。あとペンの細さだったりもいろいろ変えれます。でちょっとタヌキチにしては色が暗いんで色を変えようと思うんですけれども、今回は固定のパレットではなくてそれぞれの色を、変えることができます。このボタンを押すと、色が選べるんですけれども、これでタヌキチこれぐらいかなと、はい、で自由にパレットの構成を決めることができるので、より幅広く描けるかなと思います。ざっくりと描きます。大きくしながら描いた方が描きやすい時もあります。大体こんなもんでだんだんとタヌキチっぽくなってきました。あとは口の先っぽを、でこれで大体全体的に見えたのでここからちょっと細かく形を整えます。左右同じような形で整えていきます。マス目の数をこう数えていくと、整えやすいと思います。ちょっと地道な作業なんですけど、間に色を入れていくと少し滑らかになっていきます。目がちょっと細いので、ちょっと太めに、はい、大体こんな感じで完成としたいと思います。じゃあこのデザインの柄を、家具に使ってみようと思います。できてるでしょうか。あ、バッチリできてます。この座る布地の部分がバッチリタヌキチの顔になりました。だいぶファンシーな感じに出来上がりました。じゃあ持って帰って家に飾ろうと思います。出来上がりまして配置もできました。実は他の家具も全てタヌキチにしてあります。で壁紙にもマイデザインを利用することができますので、統一感を持った部屋っていうのもマイデザインを使うことで作ることができます。マイデザインは、QR コードにすることで、他の人にも配ったりすることができます。このように、マイデザインでいろんな家具にすることができますので、皆さん、いろんな家具を作って、家具のレイアウト楽しんでください。じゃあちょっと奥の住宅展示場の方に行ってみましょうかね。はい、すれ違い通信でそのすれ違った人の家がモデルハウスとして並ぶ場所になっています。これすれ違った人たちですか。そうですね、これエグリンさんですねいつの間にすれ違ったんだろうな。高橋さんですね。ソフトクリーム持ってるよそうですね、これあのすれ違った回数に応じて風船とかソフトクリームとか風車とかいろいろすれ違った人が持ってこうやってもらうことができます。食べてしまいますすぐ食べた。1ブロックあたり、16軒の家が展示されまして、まあ、3つ合わせて48軒の家が並ぶことになります。家だけじゃなくて家の持ち主の人のこうキャラクターもうろうろしてる ね。これがこの二つ村のみかんさん、餃子が食べたい。カザゴルマもらえます。お揃いや帽子が、あ、本当だ。48件もあると誰がどこにあるのかっていうのが
分かりにくいんですけども下の地図を使って見ていただければそれ僕の僕の家ですね。外観だけはなんとか和風を、はい、にしたんですけどもまだまだ途中ですね。中身はあんまり伴ってないです。ちょっと恥ずかしい雑多な感じになってしまったそうです。ここにトイレを作ってなんか、はい、あの骸骨の着物の前になんて骸骨置いてなんか用足してる、はい、この家も、はい、スタジオスタジオクイズ番号ですか。すごいクイズ問題展示場の中の家具を調べるとその家具の名前が分かるようになってます。うわ、すごいデッサン教室だ。マイデザインですかね。これマイデザインで自分で描いたんですね。お上手ですねこれは。リンゴ置いてあるしちゃんと見本が。なるほど。こういうなんかシチュエーションを部屋の中に再現するっていうのも面白いですね。僕の中にはない発想でしたね。ごめんなさい。あ、夢番地が。そう、夢番地入ってるね、うん。この夢番地っていうのがあると、このすれ違った人のモデルハウスだけじゃなくて、後で村を見に行くこともできるんです。こういうのを部屋とか見ると村全体も気になるからね、うん、見に行きたいね。そうですね、うん、地下も気になります。地下も見たいですね。地下もある。地下もトイレだった。超多いか。そういうことだ。もう笑わせてくれるな。さっきあの見た夢番地でちょっとせっかくなんでそういったここですれ違った人の村を見に行ったりもしてみたいですね、うん、じゃああれだ夢番地というか夢番地を使う場所は、はい、夢見の館、うん、これが夢見の館ですね。これも公共事業でオープンさせる新しい施設になってます。インターネットを使える環境で遊んでいるとリクエストというか公共事業として建てませんかっていう話が発生します、うん、でここは全然知らない人の村を見に行くことができる場所で自分の村を全然知らない人に見てもらうことができる場所っていうことなんだよね、うんはい、そうなんですよ。全然あれだよね。全然知らない人だもんね。すれ違ってたまたま住宅展示場にあった家を見て興味があってどんな村かなっていうのを見に行けるっていう、これが夢の中です。お夢の世界へようこそ。まあね知らない人の村だからね見て回ることしかできないけど夢なんでこう何してもいいんでその結果がセーブされたりはしないからそうですね、はい、見せてあげて何にされても平気。あまりひどいことはしてほしくないけどそうですね大事にしてる村なんでね、はい、見てすごいなって思って帰ってもらえたらそれいいかなって思うんで、ねまあ、問いつつ斧がひどいやるできるんですけど綺麗に並べてある看板が置いてあるので顔出し看板をこうやってデザインして来てくれた人の記念写真ができるようにしてある配慮が素敵だね。そうですね。これ花とか木とかがすごい綺麗に並べてある。うん。なんかすごいバラがバラの園になってますね。あ、おいしい。おいしいチェリー。おいしいチェリーだ。うわ、すごい。これは欲しい。めちゃめちゃお金になりますね。大満足ですね。見るだけでも。これどれぐらいかかってんだろう相当かかってますよこれは。これだって綺麗に木を並び替えるだけでも斧で切って花が花時計がわーすごい。これ奥役場ですよね。あ役場も改築してますね。わーその後ろは竹林だすごい。すごい
こんにちは。サウンドディレクターの戸高です。飛び出せ動物の森でもサウンド全般を監修しました。ここではゲーム中のいろいろなサウンドを映像と一緒に紹介します。早朝ですね。今回はその空気感も、大切にしたいなという話を、サウンド以外のスタッフとも、話してまして、例えばこの早朝の光の感じと、相まって朝の感じ、いい雰囲気が出せたらなという、ところで音楽を考えてあります。朝のすがすがしい雰囲気が伝わればなと思います。朝、本格的に一日が始まった感じですね。一日の日課みたいな。これはお花にね、水あげるとね、水がこれ滴るんですよ。はい、お昼、もう一日も、真ん中過ぎました。まったりした一日を過ごしているようです。餌取られましたけど全然平気、のどかですね。夕方です。空の色も、変わってきました。ちょっとご覧になってもらえますかね。あ、電車通った、ディーゼル電車なんですけど、なんとなくノスタルジックな気持ちさせますね。夕方もこれ、光との光の表現と相まって、夕方ならではの雰囲気を出したいなと思って、サウンドの方も、考えていました。はい、空はまだ紫色、日は暮れ、落ちきってないですけど、暗い夜の気配がもう間近に迫ってます。はい、夜中の3時です。だいぶもう村は寝静まっている時間帯ですかね。24時間、それぞれに、味わいを変えて、音楽を作ってあります。プレイするスタイルや、プレイする時間に応じて、その場の雰囲気を、味わって楽しんでもらえたらなと思っています。今回もですね、土曜の夜は、トタケケのライブが行われるんですけども、商店街のクラブ師匠で、行われます。みんな集まってきてますね。では、新曲を皆さんに聴いていただきましょう。獅子踊ってますね。歌い方がアイドルっぽいでしょ。みんなにもね、早く楽しんでもらえたらなと思ってるんですけども、そしてそしてですね、トタケケついに DJ デビューです。DJ ケケとして、土曜日以外の、日に DJ プレイしてます。同じく、クラブ師匠でやってます。みんな集まってください。
1日おきにアレンジが変わるんですけども、これはハウスナイト、ハウスでノリノリです。でこれはファミコンナイトですね。みんなもノリノリです楽しそう。こうやって、ノリノリで楽しんでもらえるんですよ。ぜひ遊びに行ってください。ライブを楽しんでもらって、トタケケにもらったミュージックは、自分の部屋のオーディオ家具で楽しむこともできます。今回はですね、新曲をたくさん用意してますので、ぜひ、自分のお気に入りを見つけてもらって楽しんでもらえたらなと思ってます。では4人に集まってもらったので、これから一緒に島に行ってみたいと思います。はい、じゃあちょっと島に、はい、まずは船着き場ですね。じゃあ皆さん着きましたか？はい、船着き場に着いたんで、カフェの船で島に行きたいと思います。今回カッペイはまた船頭さんに戻りましたね。そうですね、毎回毎回乗り物が変わるんですけどもうちょっとボートがエンジン付きになってる、はい、現代的な。相変わらずカッペの歌やなこれ、はい、新曲なんですけど、みんなで行った場合の男女差とかで、ね、とかあるんですけど、今回は体重とはもう言わんといてくれここがこの島、常夏の島、はい、はい、でここで初めて素潜りをするためのマリンスーツというのを手に入れることになると思います。このマリンスーツをつけるとこうやって海に入ることができます。でこう泳いでちょっと何か海の幸を探してみます海で泳いでいると川や海にいる魚の影、魚影みたいな感じで時々海の底の方に影が見えることがありまして、なんか泡が見えました。あ、いました、ここにこの丸い影が。そうです、あ、すごい動きの素早いやつとか。そうなんですよ、生き物によってね動きを変えてありますんで。こういう季節が冬の時でもこう夏の虫とか魚が取れるので年中楽しめますね。このロビーがまた見どころ満載というか、はい、でここではこの島でしか買えないようなグッズも売ってたり、買うというか、これは買うんじゃないんだよね、はい、実は、はい、ツアーといって島から出発できるミニゲームに参加すると、その参加賞というか成績に応じてメダルというのをもらえるんですね。でそのメダルを集めてこのお土産屋さんで、はい、メダルとお土産を交換して持って帰るというような仕組みになってます。ツアーは島に来てるみんなでこう協力して遊ぶ。そうですね、対戦というよりは協力して遊ぶゲームがメインになってます。カウンターで申し込みができます。今回はまあ島ならではの遊びの一つの抜け出せ南国のラビリンスツアー申し込んでみたいと思います。これはなんか迷路の中でフルーツを探すっていう、そうですね、ミニゲーム、はい、ツアーだよね。ことぶきが、元村長のことぶきが今ここにツアーガイドをしてます、ね、
村長さん引退してこんなところで余生を送ってたとは、はい、こっちの方が楽しそうです。僕はレモンですね。ドリアンを5個集めなきゃなんないと。私マンゴーを5個、ダリポンダを5個。ドリアン5個か。よっしゃ、レモン5個。あれなんだっけ、マンゴー。ドリアン、ドリアン。ハイビスカスが生け垣のようになってて、それで迷路になってるんですね。あれ、京子さん柿？柿、柿。ドリアン。いる？ドリアン。取ってどこにあるカキね。うん、説明できんのか。レモン。あれ。マンゴー結構あちこちあるよ。そう。上の方ですか？いや下の方。左のね、上の方にもあったよ。あら。何回来てもこう迷うんだよな。本当。右側。マンゴー今素通りした。あ、ちょっとマンゴーどこですか？マンゴー今俺がいたとこだよ。わかんない。どこ取った気がする。早い、やばい、終わります。もう鍵取りました。早ければ早いほど。そうなんですよ、メダルがたくさんもらえるんですけども、あと1個だ。でも全員、この場合全員クリアしないと。そうだよね、全員クリアしないと。ないやばい、マンゴー、もうマンゴー、私のマンゴー誰か見つけたら取ってくさ、マジ。いや拾っとくよ。小坂さん、マンゴーあるよ、レモン。それなんか広場まで持ってきてください。広場に、じゃあ、ちょっとレモンも、レモンとマンゴー1個ずつ。小坂さん、ドリアン拾った。ドリアン拾った、拾った。ちょっと広場に戻らなきゃいけない。戻れない。とりあえず、マンゴーとレモン1個ずつは。置いた置いた。そのマンゴーあった、やった、私揃った。待って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 、あれ、あとはまだ全て集めてない仲間を助けるのじゃって言われた。ちょっとこの時こっち。こっち、はい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 。やった。あ、クリアした。よかった。よかった。こっちとか言われてもわかんないですけどね。こっちみたいな。お、でも予想を超える速さでやった。成績意外と普段よりたくさんメダルを。やった、6枚ももらえた。なんかじゃあもう一ツアー行ってメダルを。ハンマーで遊ぼうツアー。ハンマーですね。ハンマーですね。空振り。だだだだ。あ、向こう行った、向こう行った。みんなで。今回の動物の森ダイレクトでご紹介する内容はここまでになります。では最後に、今日ご協力いただいたスタッフの皆さんからご覧になっている皆さんにおすすめのポイントを一言ずつお願いします。今回の飛び出せ動物の森は紹介のプレイを見ていただいて感じていただけたんじゃないかと思うんですけども、その家の外観を変えたりですとか、その村長として公共事業でその村全体をいろいろアレンジしたりですとか、またそうやって作った村を住宅展示場でそのモデルハウスとして家を見てもらったり、その夢見の館で、まあ、村全体をなんか見ていただいたりとか、まあ、そういう風な感じで、その一人で遊ぶのでも、そのみんなでこう共有するのでも、その前作まで以上にいろいろ広がって、その奥の深い村づくりを楽しんでいただけるような内容にの仕上がっていると思いますので、また過去作のファンの皆さんも今回初めて体験する皆さんも、なんか新鮮な気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、今回のダイレクトの中で紹介させていただいた島から遊びに行くツアー、今回は2種類しか紹介できなかったんですけども、他にもたくさんのツアーを用意して、ことぶきが島でお待ちしてますので、一人でも友達と一緒でも、またゲームを進めていて知らない人とも遊んでいただくと、また一味違った楽しみ方ができると思いますので、ぜひ島のツアーにも遊びに行ってください。ありがとうございました。先ほどの映像の中ではちょっと出てこなかったんですけれども、新しい性格の動物というのが男の子が1人1性格、女の子が1性格さらに追加されているので、またその新しい性格の子が村に遊びに来たら、その子との会話も楽しんでいただけたらと思います。他にも今までの子たちも
いろいろ新しいことにチャレンジしているので、村の動物たちとさらなる、親睦を深めてください。以上です。今回の飛び出せ動物の森は、これまでの動物の森シリーズの中でも集大成と言えるぐらい内容の濃いものに仕上がったと思っています。なので、動物の森ファンの皆さんも、新しく触ってみようかなと思う皆さんも、ぜひ楽しみにしてほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。